こんにちは。ご案内役の鈴木晴彦です。ビアホール名人会、今夜はちょっと趣向を変えまして、北海道は小樽へやってまいりました。小樽市の稲穂銀座にございます総合レストランニュー三幸さんの3階ホールでの公開放送でございます。この小樽三幸さんは東京の赤坂 TBS のすぐそばにも支店がありまして、大変東京の我々にも人気のあるお店なんですが、その本家筋での公開放送、ごゆっくりとお楽しみいただきましょう。今夜の出演は桂文治さんです。文治さんはお父さんも話し家さんでした。柳家福丸さんと申しまして、コウモリという字に丸ですね、日の丸の丸、非常に江戸っ子かたぎの、今もう数少なくなったいかにも話し家らしい話し家と言っていいでしょう。いつも着流し姿、飛行機に乗るのも着流し、トイレ行くのも着流しと、そういうギョロ目の文治さんなんですけれども、昭和21年の6月に小文治さんのところに入門いたしまして、小吉と名乗りました。で、昭和23年1月2つ目で新治、人弁に申すという字に明治の字ですね、新治と名乗りました。昭和33年9月真打に昇進し、54年の3月10代目の桂文治を襲名いたしました。南画の大家としてはもう毎回この番組でもご紹介してるんですけれども、お弟子さんがとってもたくさんいます。その数多くいるお弟子さんの中で、下総中山の上海寺というお寺のご住職藤井一光さんが4年目で初段院南画部の秀作賞を取ったというんで、大変師匠としては喜んで、もう非常に教えがいがあったと、ウハウハの喜びの今日この頃だそうでありますが、この人大変いたずらも好きな人です。山芋をどっかからもらったんですね。でそれを忘れているうちにつるが出ちゃった、ずっと伸びちゃった。それで一計を案じて山芋を植木鉢に埋めまして、でそのつるを竹の竿に絡ましてですね、造花の朝顔を買ってきて花をこうつるにくっつけた。来るたんびにお客さんが、しょんとこの朝顔は夜も咲いてんですね。それを聞いてニヤニヤとしているような桂文治さんでございます。今晩は八百屋お七でご機嫌を伺います。ではどうぞ。一席お付き合いを願っておきます。昔本郷二丁目に八百屋久四郎という人がおりまして、その娘でこのおしっちゃんといってバカな美人がいたそうですね。はい、しろこの色の白いことはてえと雪にカンナをかくとくさとこすって無垢の汗磨いて火星相談へ三日三晩つけておいたてえから白かった。何しろあんまり色が広いから上半身裸にしてみるてえと胸にあざがあった。おかしいからよく調べてみたら、朝食べたおみおつけのわかめがあばら骨引っかかってな透き通って見えたという。髪はカラスの濡れ場色ってんで、髪の毛は昔は黒い方が良かったんですね。でまっすぐなやつがいい。もっとも日本髪というような縮れてるてえと言えないそうですね。まっすぐ、生まれつきまっすぐ真っ黒。今お金出して黄色くしたり赤くしたり、ね、縮らしたりするんですがね、日本人はだいたい皮膚の色は黄色から茶色がかってるのに、髪の毛が赤くなっちゃって縮れてるというとライオンのオスみたいになっちゃうんですよ。かーとにかくおしっちゃんはてえと、この本当の美人ってやつですからね、この富士みたい、富士山のような形してるんですね、額が。それでこのこう生え際が一本並びに揃っている。ステッキ屋の店みたいなもんで一本並び。眉毛が三夜の三日月眉毛ってんで、三日月型、昔の美人は皆この眉毛が三日月型だったそうです。大体日本人三日月型ですよ。
あのマリリン・モンローが美人だって騒がれるようになってから、あのみんな向こうがモンローの真似してね、細くて長い方が魅力があるって、向こうは薄くて金髪で薄いからそこへ細く書いてあるだけなんですよ、ね、それを日本人がねすり落としちゃったりね、中には毛抜きで抜いちゃうんですね。それで細くて長い方が魅力があるってね、一本つながってたりね、鈴を張ったような黒目がちってんです。黒目がちですよ。白目じゃ見えねえし、ね、赤目じゃウサギだしね。で鼻がこじんまりとして穴が2つあった。いやそういうふうに書いてあるんですよ。こじんまりしてる。小さい方がいいんですよ。小さい方がいいったって多少出てなきゃいけないですよ。まるっきりこうやって引っかかんないから、つるっとこう来ちゃったりね、こう多少こう引っかかんなきゃいけない。平らなな、平らってほっぺたより低いってのはいけないね。そそかしいあの蜂が巣と間違えるようなな、ね、穴だけ開いてるなんてのはいけない。こういう人はタバコを吸わねえ方がいいね。あれでおでこだってえとおでこのとこにすすがたまるからね。あんまり高いのはどうしていけない。あのマリリン・モンローなんてのはあれ、あの向こうの人のような高さじゃないんだ。鼻が日本人並みの低さ。向こうではだから鼻の高いのは削る美容整形が早いってことね。なんかこいらが変からこのねこの唇の中からこうどうかしてね、鼻のこの骨削る美容整形、あ高すぎていけねえ。高いって言うと剣があっていけないですよね。おしちゃんは剣もなければサーベルもないって。口がキリッと閉まって尋常でおちょぼ口てんで小さいがいい。今あの変な棒になってね、この犬のなんかみたいなやつ持ってきてね、ほんとあれ持ってきて5分塗るね。遠くから見てあそこに口があるってのはっきりわかるよ。わかるけど別に遠くから見てわかる必要はないんだよ。あれこんな吸い付きそうなね、ヤグの襟みたいに厚い方がいいっていうんじゃない。おちょぼってないですね。大きいのはいけない。大きい。でもあのご飯食べるときこぼさなくて良さそうだけどね。だから体つきでもね、あの和服の方はなで型がいいんですよ。なで型が。おしちゃん木綿な羽織がずるっこくんのが分かんねえくらいなで型。今ほら洋装はみんなここにパッとってんでね、肩の台入れるんだね。なんだか獲物だけ抜くの忘れてきてるんじゃないかと思うよ。怒りが立ってんだよ。昔そういう相撲取りがいたそうですけどね、怒りが立って。これはね具合悪いですよ。色っぽくないですよ。やっぱりなで方の方がねこうなんかねこうねちょっと色っぽいんですよね。だからあのおしちゃんはとにかくねこう、それでだいたい日本人のあのその和服のスタイルっていうのはね、お尻を大きく見せないです。だいたいこの襟に色気があるそうですね。襟にだからあのなで方がいいですね。それであの帯をこうちょうどくびれてるところを帯巻くからね、お尻が小さく見える。切ったて月のスースー月の幻月ってやつですね。幻のケツだって。このお尻からおならが出たらどんな音がするか、チンチロリンなんて言うんじゃないかというような。おしちゃんはとにかく人に人も言わなかった。上から下まで背は高らからず低らからず痩せらからず太らからず太らからず、とにかくいい女だったね。火の打ちどころがないってんだから、あっちでも嫁にもらいたい、こっちでも嫁にもらいたいって、嫁にやるわけにはいかない。一人娘です。婿取り。じゃあ俺も婿に行こう、我も婿に行こうって。ねえ、あってね、じゃあってんで朝新聞広告でねえまあ長官に出した。長官に新聞広告で、明くる日のもう午前8時より先着100名様審査の上婿にするなんていうの。おい、それ見た人がもう、はあ、もう夜明けから並んじゃった。
本郷2丁目から本郷3丁目の角を曲がって湯島の切通しを通って広小路まで並んだって。その中から100人選んで、100人の中から10人選んで、10人じゃって、5人選んで一丁行ったんである。じゃあ5人だけ惜しいからとにかくってんで、5人に1部屋当てがっといて、お七に回しを取らせるってわけにはいかない。まあ、回しを取らせると分かんないでしょ、今若いもんに。分かる、あなたは分かりますよ。もっと分かんない人は分からん。あの吉原行くってえとね、売れる花魁はね、部屋いくつもあってね、じゃあ私ちょっとね、お蝶子に行ってくるからね、待っててちょうだいよなんて鼻つまんでね、次に行ってね、で次行ってまた、その5人ぐらい回しとる。おしっちゃんは素人だからそうするわけにはいかないって。帯に短し、たすきに流し、婿選びをしているうちに本郷丸山本名寺から出家をいたしました。振袖火事、振袖火事と、この話だけでも長いんですよ。丁寧にやると30分以上ある。まあ、早い話が、振袖火事というのは湯島の切通しで、振袖の小姓とこのすれ違った商家の娘がその人を思って患っちまう。それで医者を呼んだが、どうもこれは何か思っていることがあるに違いない。青い顔して食べるものを食べなくなる。これはお医者様でも草津の湯でも、惚れた病は治りゃせぬとあれだろう。一番この心安い、何でも喋ることのできる人に聞かせろ。ばあやがそうだ。ばあやに聞かせると、お前と湯島の切り通しで一緒にこの坂を降りてきた時、下から上がってきた振袖の若衆がいたでしょ。少し脳難関してからのと分かんない。あら、いたかね、その人なんて言うんで、それじゃあってんで恋煩いでっていうことは親が分かったわけ。恋煩いというのはその人のことをじっと思っちゃうてえと、まあ分かりやすく言うと、体の中にとっくりみたいなもんができちゃってて、そこの蓋が思えば思うほど硬くなっちゃう。これ直しようがないです。どこ行ってもその好きな人に合わせるってえと、これがこんな合わせ。その人はどこにいるかわからないから、出入りの頭だとか、みんなそういう若い衆やなんかに探させるってえと、どうしても見つからない。店の中番とは、実はあのその振袖だけが柳原の土手に古着屋に下がっている。じゃあそれを買っておく。で、んで買う。でそれを眺めてやる、死んじゃった。その棺桶にそれをかぶせて本郷丸山本名寺に持ってった。この寺男がこいつ埋めないで、このだけ自分でごまかしておかんだけ上、また古着屋に出したと同じように恋煩いしている娘がいて、これがまた同じような点で、それを移行かけかけて煮たと笑って死んじゃった。同じ本名寺持ってきたから、これは何か因縁がある、恐ろしいことだ。木枯らしの服、いわゆるお寺、こう落ち葉が落ちるってと、お墓の脇の落ち葉を集めて焚き火をします、申します。あのいわゆるシダとかなんかからこのゴミを集めに来ないんですから。でこのその中にこのこれは何か因縁があるから、焼いちゃおうってんで放り込んだと。新聞紙でも何でも普通飛ばないのが火がつくてえと軽くなる。ましてこの焚き火んとこは空気が希薄になるから、さーっとこの舞い上がるね、舞い上がった振袖がお寺のすさしに引っかかったと。寺のすさしっていうのは
このちょっと普通の軒と違って高いから手が届かない。おい、なんか畑を持ってこい、なんか長いものを持ってこいって言っているうちに異常乾燥してますから、その草しの下を炎がぐるっと取りまくってと屋根がぼーっと燃え上がって炎に包まれ、火の粉が八方に飛んだ。お七の家も類焼に及んだ。でその自分江戸では焼け跡の灰を一日も早く書いて商売を始めるのがこの商家の見えです。お七のうちも早速商売を始めたんですが、掛け小屋ちゃんとした今がない。年頃の娘を抱えていて虫でもついてあって親御さんがご心配。この八百屋の娘に虫がつくてから小松菜か大根かなんかの虫かと思った。あの色男のことを英語で虫ってんだそうですね。虫、芋虫みたいな、いろんな太いんだの細いんだの、松茸違うな、いろんな虫がある。いや、まあとにかくどうしたらよかろう。お父っつぁんの九四郎頭へ悩ました。ちょうど焼け残った駒込の吉祥寺、この檀家でありまするから、あ、そうだ、あの北条さんに頼んでみる。住職にお願いをしますと快く引き受けてくれましたので、寺方にお七を預けてやれ安心と思ったが、どっこいそうはいかない。この駒込の吉祥寺には今成平と言われた水下たる美青年古生の喫茶店の間、水下たるてから過去からポタ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 この水が垂れてた。水蜜が腐っちゃったような、水道のパッキンが壊れたよ、傷んじゃったよ、水が垂れてた。そこのポタポタ垂れてるところにこのね、今小町と言われた本郷小町、今小町と言われたお七が言った。いい男といい女がぶつかった。踏切でトラックと電車がぶつかったのと訳が違う。世の言葉伝統来て近きは男女の中、近くて遠いは田舎の道手や。二人は人目を忍ぶなかった。人目を忍ぶって言ったって、あのね、大体お寺はいい、遮蔽物がいっぱいあって、東京もあのご当地はどうですかね、あの谷中の墓地っていうの大変で、夏になるってえとみんな蓋あれてあそこで何するんですかね。お化けごっこするわけでもなんない。なんかそういくんだけど、そうこうしているうちにお七のうちが本建築が落成に及んだ。今度はお父っつぁん迎えに来た。本郷二丁目からやってまいりました、八百屋の九四郎でございます。七が厄介になっておりまして、今月で流れ月でございますが、合わせていくらでしょう。そんなことやねえ、名前がお七だから。でこのお七がこの玄関の脇にこう両部屋があるんですね。片方のなんか四畳半のところに、お父っつぁんここでちょっと待っててちょうだいってなことを言って、またして奥の書院で勉強をしているなんか本を読んでた。なんか読んでたね。夫婦生活かなんか、なんかよく知らないけど読んでた。そこにこのお七が後ろからこうしなだれかかるんですね。こういう格好して私がやるから笑ってんで。膝でつついて目で知らす喫茶さん名残惜しいが、あたしゃ本郷へ行くわいなつと、この短い文句の中に情が絡んでいる。エイズが絡んだら大変ですから情が昔の娘ですからね、こういうこと言って。今の娘だったら、あら、すぐ目と鼻先だからさ、すぐ来るわ、またちょいちょい遊びに来るわよ、電話ちょうだいよ、バイバイってなこと言うんですよ。昔はそうはいかない。でましてお七は振袖を普段長い振袖でね、大振袖ですよ。はい、で日本紙言って本郷の金安までは江戸のうちと言って、金安から先は寂しい
大名屋敷があって人っ子通らないところ、そんなところをこの商家の娘が、10代の娘が とても行くわけにはいかない。人目を知る分ですから、両親と一緒に行くわけにいかないですよ。保護者がついていくわけにはいかない。我が家へ帰って新しい家であろうが何であろうが、そんな目につかない。ただ喫茶のことだけを考えて、あの時ああしてうちが火事になったから、ああいう愛しい殿子に会えた、もういっぺん我が家が火事になればというんで、女心の赤坂、赤坂じゃない、赤坂は TBS のあるところです。ああ誰も知らないうちにってんで、新聞紙かカンナックスかなんかを、石油はなかったけど、どうしたか火をつけた。誰知るまいと思いきに、天網開会祖にしてもらさず、普段汚れんぼをしておりました釜屋の武兵、これが祖にもした恋の金輪の石原氏、恋の金輪の石原氏ってね、司教なんですよ。てめえが、いやんよこのでっちりなんて言われたから、何よし俺たちで訴えちゃおうなんて訴えられて、お上の手でお召し取りになりました。その自分、少年法があった。15歳を過ぎていれば即刻しつけはしあぶり、15歳未満なれば15になるのを待って、いわゆる親類預けですね、待って遠島島流し。お七は16年、この美しき可憐なる娘を丸焼きにしてしまうのはあまりにも無残であるというんで、土井大井の神というのが、奉行もういっぺん調べよって、だからその自分は戸籍謄本なんてのはないから、年いい加減に言えっていうことで、奉行が知らすぎ引き据えて、お七、そちゃ地武士であろうと言ったら、かの泣くような声で、16にございますと言った。知らずで嘘はつけるものではないそうです。そのために裸ん前へ乗せられて、江戸中を敷き回しの上、鈴ヶ森で火炙り。その霊が迷うてか、刑場近く、いや、あの鈴ヶ森に今でもありますよ、あの工事したり道路の区画整理で場所がこう行ったり来たりしてますけど、南明法蓮華経と書いた七時の信大目の石塔が残ってます。あの方はだからお七の夜日をダラ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 飯縁はなんて出てくる。これを聞いた金盤侍が、よし国への土産、その化け物を見表してくれよ、これ妖怪の類であろう、なんてなこと、怖いもの見たさ、よせばいいのに。小倉の馬乗りバカマを高く、この猛たちをはしょ、潮銀じながら鉄線を片手に、黙ってると気味悪いから気をつけて、おー浅い山より低い山を見れば、低い山は高い山よりもやっぱり低いってのことを言わなやってきた。当室の幽霊が、ラメシはよ、なんだその方は、お七の幽霊よ、お七のというもんに恨みを受ける覚えはない、覚えはないって世の中の男みんな恨めしいのよ、お七の気持ちは何かようなことを申して用心に変わって成敗してくれる、ペッと切りつけるって言うと、右手の付け根をポロッこう切ったから、右手がポロッと落っこっちゃった。付け根からポロッとなくなった左手を伸ばして侍の小刀を取ろうとした。これは武士の魂、小刀。犬たちが
左手を付け根からポロリッと取った。手が出せなくなった。これ右足を上げて侍の陰のを蹴りにかかった、球が2つある。ゴルフと違って2つ、まあ、1つでいいんだよ、あれ蹴飛ばすのはね。どっち1つで当たっても目回すから。侍バッと一足飛び下がり、バー三の太刀で右足をつけねからポロリッと切った。お七はこれとてもかなわない、これとてもかなわない。チンチンもがもがおはりこはりこ。お七、そじゃ一本の足でいずれへ参る、片足本越え行くわいな。